はい、クリプタクトさんにスポンサーしてもらってるお金の育て方、そして50万円チャレンジなんですけど、その企画の中でですね、モッチーがデファイに挑戦して、まあ、いわゆるイールドファーミングみたいなのをやってくれてるんですけど、さっき話してたらモッチーがめちゃくちゃデファイに切れてるっていうことが判明して モッチー、そのちょっと怒りをぶつけるという新コーナーをちょっとやろうかなと思ったんですけど新コーナー、いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃ切れてましたよね、なんかデファイに。いや、マジで分からなさすぎて何に切れたいのかもよく分かんないんですけど、もうなんかムカつくと思ってただただ特に何に一番ムカついてますか？なんかガチャガチャずっとやってましたけど、なんか自分の資産が今何がどうなってるのかっていうのが UI 的に分かりにくすぎて、むしろなんか取引所の UI とかってやっぱすごいちゃんとしてるっていうのをすごい思ったんですよね。だからなんかもう、なんか正直使う側からしたらデファイなのか、なんか中央集権というか、まあなんか管理する人がいるのかとか、マジでどっちでもいいからなんか分かりやすいやつよろしくみたいな感じにめっちゃなりました。めっちゃ切れてるじゃないですか。なんかもう何が何かよく分かんなくなっちゃって、結局、まあ、これもうあなたの資産なくなりましたって言われて もうなんか、うん、まあ、まあ、そうですかしか思えないぐらい分かりにくい。もうじゃあ非中央集権とかもうどうでもいいと、私のお金をどこにあるか分かりやすくしろと。そうですね、なんか何が起きてるのかを分かりやすくしてほしいと思って。だからなんかこれ結局、うん、そういう技術とかいろいろなことに詳しい人はきっと使いこなせるサービスっていうか仕組みなんだと思うんですけど、うん、まあ、私とか本当に何もそういう技術のこととか分かんないから、なんかもう違う PC でメタマスクにも今入れなくて、もうなんかパスワード分かんないと言ってましたよね。なんか今復元しようとしたけど、なんかそれも1ミリも動かないから、もうなんか何がどうなっとんのじゃと思って今収録前に頑張ってちょっとなんか状況を整理しようと思ったけど、整理できずイラつくと思って。あのデファイでデファイやって、あの確定申告やろうとしてる人の気持ちが分かったって言ってました。いや、そうですね、なんか本当にちょっと申し訳ないかったなって思うぐらいなんか結構やっぱこれで悩んでる方多分いっぱいいらっしゃったんだろうなっていうのをすごい今日はユーザー視点に立ちました。ユーザー視点だめっちゃ切れてたんだよな、面白いですよ。しかもなんかメタマスクノーティフィケーションって今出て、はい、お帰りなさい、分散型ウェブが待ってますって出て、マジ入れないから、うん、このノーチョキューションすらムカつくみたいな。分散型ウェブによかった。入れない。入れない。分散型してるせいか入れない。取引所だったら絶対こんなことないと思って。めっちゃ面白い。分散ウェブって言葉にイラッとしてる感じ。めっちゃイラッとします。そんなのいらないと。待ってなくていいから早く入らせろみたいな。結局私が悪いんでしょうけど、この怒りを誰にもぶつけられないみたいな。そうですよね、まあ、それがポイントですからね。サポートの人なんていないですし、その基本的には、まあ、ね、まあ取引所とかいますけど、うん、例えばビットコインのウォレット、オープンソースのウォレットで何か問題起きて切れても誰も助けてくれない、結構ありますか。そうですよね、やっぱ普通に助けてサポートデスク欲しいって思いました。でもこれは笑い事じゃなくて、結構一般の人からすると本当そういう人多いんでしょうね。もうそうですね、普通の大使、まあ、ちょっとすいません、私をその代表として言っていいか分かんないですけど普通にこんなの流行んないでしょって思いました。一般にこのままだとこのままだと流行んない、流行んない、絶対流行んないと思います、うん、だって分かんないですもん、なんか、うん、もう何が何やら分かんないもん、何が分からないか分からないって言ってましたよね。クレームを入れたいけど誰にクレームを入れればいいか分からないし、何をクレームすればいいのか分からない、なんで問い合わせしたらいいかも分からないみたいな。いや、ちょっとこれもなんかヨーロピアンさんに聞かないと分からないと思う。いや、多分ヨーロピアンさんもそんな細かいケバブハマップは知らないですよ。そんなケバブ、そうですよね。しかもさっきケバブもちょっと売ろうと思ったんですよ、あのデスクトップだったら入れるので、はいはい、まだ持ってたんですね、逆に。
でもなんかケバブファイナンスに入ったら自分のケバブが何ケバブなのか分からなくなって自分のケバブが何ケバブか分からない今何枚持ってんだろうみたいになっちゃってどこにも出てこないからなんかおかしいなと思ってもうなくなったかなと思ったらなんか一応 メタマスクをなんかコネクトしたら、はいはいはい、なんか19枚あったんであ、まあ、一応あるのかよくわかんないけどみたいなそうなんかケバブファイナンス上では一応19枚って出るけど本当かみたいなあなるほどねそれで言うとモッチはやっぱり銀行口座の通帳にこう、うん、記載されてる金額とかの方が信じられるとなんかリアルを感じる、うん、そうですね銀行なんていうかマジ半端ないなんでですかね銀行好きですよねモッチ銀行大好きですいやでもそれで言ったら取引所もやっぱりすごい分かりやすいです、うん、あだって取引所で自分の枚数何枚かなってなんかあんまり迷ったこと なくないですかまあそうですねしかもなんか問題があっておかしかったら一応、うん、まあクレーム入れられますからね、うん、サポートにマジでなんか本当適当っていうか適当じゃないんでしょうけどなんかまだまだ実験段階なのかなんかよくわかんないですけどなんか本当にこれが19枚あるのかどうかもよくわかんなかったけど、うんうん、なんかさっきちょっと BUSD にスワップさせてみましたでもそれもそれさらにわかんないことになりそうですBUSD ってなんだみたいなさらにその後 BUSD が どこにあるのかわかんないと思ってほぼなくなったと一緒かなとしかも BUSD ってバイナンスの USD ですよねでこれ、はい、他にもテザーとかあるんですけど USDT とか、うん、あの、うんうん、1つのブロックチェーンじゃなくていろんなブロックチェーンに選択して発行したりとか動かしたりできるんで同じトークの名前のはずなのになぜか違うブロックチェーンを使ってて見れないとか受け取れないとかってあるんですよ例えばそうなんですか同じ USDT なんだけど違うっていう例えばえじゃあケバブブロックチェーンの BUSDC に DT にしちゃったいやケバブがどうなってるか分かんないですけど BUSD は多分バイナンスが発行してるステーブルコインなんで多分他のブロックチェーン上では発行されてないのかな分かんないですけど、うん、まあでもなんかそういうのがあるんですよで自分もそんな理論上分かってるけど使ってるわけじゃないんですけど普通の人からしたら何 BUSD これイーサリアムチェーン上ファイナンススマートチェーン上どっちみたいなマジで最悪マジで最悪えじゃあもう違うさらに地獄が待ってる可能性ありますよそれ本当ですねもうこれなくなりましたねきっといやなくなってないと思いますよなくなってないかなくなってないと思いますなくなってないと思いますどっかに存在するただ特に存在するってもうないじゃないですかいやーこれ生な声でいいですねデファイに対するこのちょっと本当イラつきますねイラつきいや切れてますねいいですねしかもメタマスクもさっきからずっと復元をしようと思ってボタンを押してるんですけど何も反応しないしなんかもう反応しないから戻ろうと思ったけど戻れないしなんかもうやる気なくなった、うん、めっちゃやる気なくもうなんかデファイマジで好きじゃなくなりましたいろいろ可能性あるって言われてもちょっとみたいなもうしばらく触らなくていいかなっていう、うん、ちょっとやっぱ私にはハードルが少なくとも高すぎたと思ってやっぱ分かんなすぎるものにあまり手出したらこういうことになるんだなみたいな思ってちょっとなんか収録前に結構落ち込むっていうかいや落ち込む切れてましたよデファイにいや面白いあまりに何もないからもうビール飲もうかなと思ったけどちょっとイラッとしてもうビール飲むもう対応が大人になってますね完全にビールをとりあえず飲んで忘れるみたいなわかりました皆さんこれがでも一般の人から見たデファイですよということで今回非常に参考になったんじゃないかなと思いますいや俺このコーナーポテンシャル感じたんでなんかていうかあればまた怒りをぶつけてほしいですねそうですねちょっとあのサポート窓口ないサービスの不満あったらちょっとここであいいっすねとか言っていやすごい普通にいや別にあのクリプトに関係しなくてもいいですよ社会全般でなんか切れたみたいなのがあったらぜひ
共有してください。はい、はい、ちょっとヨーロピアンさんを待って解決できるか。はい、はい、じゃあ一応モッチーの持ち込み新コーナーのモッチーの怒りは今回ここまでにしようと思います。また何か怒りがあったらぜひ持ち込んでください。はい、はい、皆さんすいません。皆さんすいません。皆さん一応この動画もクリプタクトにスポンサーしてもらってることにするんで。皆さんその機会さんにクリプタクトを使ってあげてください。デファイでもまあなんとか今後ね、そのクリプタクトでモッチの怒りを解消できるように対応してもらえると嬉しいなと思いました。はい。はい。では今回ここまでです。ありがとうございました。